ベルサイユ三類大聖堂、または三類ド・ベルサイユ大聖堂は、ルイ15世の命により、ジャック・アルドゥアン・マンサール、ド・サゴンルが建立した、ベルサイユ市教座の大聖堂である。建設は1742年から1754年まで、かかり、1797年に大聖堂となる。2011年以降、聖王、ルイの繊維物を安置している。最寄り駅は、 ベルサイユイコール社東駅。ベルサイユ宮殿がルイ14世により改め増築されるまで、ベルサイユの教会は、現在の三類大聖堂近くにあった、小規模なサンジュリアン教会のみであった。1672から73年、町を発展させるにあたり、ルイ14世はサンジュリアン教会を取り壊すことにし、代わりに同じ聖人に捧げるより大きな教会を、 開発中の新市街に建てた。1682年、ベルサイユ宮殿に宮廷が移り、政治の中心となる。1684から86年、宮廷人と新市街の住人のため、さらに大きな教会が必要になり、1672年に建てたサンジュリアン教会の後に、ノートルダム教会を建設。ノートルダム教会は宮殿を挟んで、 反対側の旧市街からは通いにくく、旧市街にも同様の教会が必要になった。1725-27年、ルイ15世により、旧市街にノートルダムに行く代わりに参拝できる、生類に捧げられた礼拝堂が建てられる。建物は小規模で、ノートルダムの支部のような位置づけであった。1730年、人口増加により、パリ大司教、 シャルル・バン・ティミーユにより、礼拝堂とその周辺が、ノートルダム教会地区から独立した三類教区として認可される。当時、ルイ15世の第一建築家、ロベール・ドコットが礼拝堂の脇に建てる予定の教会の設計を行うが、おそらく財政面の問題により、建設に至らず。1735年、ロベール・ドコットが死去。ルイ15世はコットの親戚筋であり、 ジュール・アルドアン・マンサールの孫でもある、ジャック・アルドアン・マンサール、ド・サゴンヌに、設計の引き継ぎを依頼する。1743年、建設開始。ルイ15世が、最初の礎石を置く。1754年8月、完成。同23日に、ルイ15世の孫、後のルイ16世が誕生したため、8月24日の、開造式は、王族不在のまま行われ。 8月25日、聖類に捧げる最初のミサから王族が参列した。1755年、ルイ15世から王妃、マリー・レクザンスカ、王太子妃、マリー・ジョゼフ・ドサクス、及びルイ15世の4人の王女たちの教会支援の印として、6体の金が教会に送られる。1760年、先にあった三類礼拝堂が取り壊され、跡地に、 死災館が建設される。運営は、サンバンサンド・ポール修道会。同年、王妃、マリー・レクザンスカが、クワイヤに吊るすクリスタルの6機のシャンデリアを寄贈。1761年、ルーブル美術館内で行われた展覧会、サロン・ド・ルーブルにおいて、フランソワ・ブーシェなどの画家が、三類教会のための絵画を出品。作品は、その後教会内の礼拝堂に置かれる。 1764年、教会が建築家、ルイ・フランソワトル・アールと彫刻家、オーギュスタン・パジューに礼拝堂の増築とその装飾を依頼。当初は宮殿で亡くなった王族の遺体が埋葬まで安置されるのに使われていたが、1824年より、設理礼拝堂と呼称されて、現在に至る。1789年5月4日、三部会開催を、 宣言するミサが、パリ大司教により、ルイ16世臨席の下行われる。ミサ中、議員として参列していたドラファール司教は、説教台から、宮廷の休場を強く非難した。同年6月22日、20日に、王族の球技場で宣言された、いわゆるテニスコートの誓いの2日後、当日欠席した面々のために、三類協会で再度宣誓が行われる。同年十二月、 議会において、ビルドフランスを5つの司教区に分割し、セーヌイコールエイコール・オワーズ司教区の司教座を、ベルサイユに置くことが決まる。1790年、神ではなく、憲法に従うという、聖職社民事基本法を受け入れた、セーヌイコールエイコール・オワーズ司教区の司教ジャン・ジュリアン、アボワーヌにより、ノートロダム教会が司教座教会に指定される。1792年、 聖職者民事基本法に反対していた女祭ジャン・アン・リュ・グルイエルが滞在中のパリにて他の聖職者と共に虐殺される。迫害が激しくなり、同年末から三類協会は閉鎖。1797年、アボワーヌが1793年に死去後、セーヌイコールエイコール・オワーズ死去区議長であったオーギュスタン・ジャンシャル,ル・クレモンが、 聖職者民事基本法に準じる二代目の司教になる。ノートルダム教会が革命派による被害をより多く被っていたため、三類教会を大聖堂に指定。1801年、聖教条約がナポレオン一世とローマ教皇ピウス七世の間で成立。フランス国家とローマカトリック教会が和解する。ベルサイユ司教座の機能が三類大聖堂の司祭館内にできる。 1802年、ルイシャリエドラ・ロッシュが三類大聖堂にて、司教に除外され、ベルサイユ司教区の最初の司教となる。1805年1月、前年12月のナポレオンの戴冠式のために、パリに来て、翌年4月までの予定で滞在していた教皇ピウス7世が、ベルサイユを訪れ、三類大聖堂を宿別。王族の急遽の見学を望んでいた教皇は、 ベルサイユ宮殿を見学し、その後司教座を訪問。シャルル10世とルイ・フィリップが、ボワズリー部分、国会室や祭壇などの修復に尽力した。1840年から1848年、1832年の、これらの蔓延に対する飛行への感謝の印として、聖母の礼拝堂が改築される。1843年、三代目司教ブランカールド、 バイユールにより、三類大聖堂の性別式が行われる。1906年、フランスの歴史的建造物に指定。1853年から56年、礼拝堂やクワイア上部にあった、透明の窓が、多彩式のステンドグラスに変更。2002年、クワイアの改装が検討され、実現されなかったロベール・ド・コットの案をもとに、建築家、ブルーのショフェール・イヴァールが楕円形の台を、 その上に彫刻家、フィリップ・ケプランが制作した祭壇が設置される。ロベール・ドコットの設計にて、ルイ15世による先代への深い敬意が現れ、かつすでにあった、ノートルダム教会とタイになる、広いファサードを持つ教会が考えられていた。正面、地界は新古典様式。中東に、装飾のない通リア式、上階に装飾を持つコリント式の、 合計16の柱を構え、左右に主楼を持つ。中央のペディメントには、王家の紋章、その上に王冠、左右に翼のレリーフ。クワイヤ上部に、ロココ様式の屋根、後陣奥の円形の聖母礼拝堂もドーム式の屋根を持つ。神堂の左右に側楼を持つ、伝統的な様式。浴楼は、それぞれの奥に半円形の礼拝堂を持つ。 左側に増築された設立礼拝堂が長方形に伸びる。18世紀末の新古典様式。三輪広場側に向かって入り口があるが、道内の横廊脇の礼拝堂からも入ることができる。オルガンは建築正面上階の裏側に設置されている。設置されているバルコニーの枠中央には SL のイニシャルのレリーフがある。1759年、ルイ15世から、 王のオルガン製造職人であった、ルイ・アレクサンドル・クリコに発注され、彼の没後、1761年に、息子のフランソワ・アンリ・クリコにより完成。高さ12.14メートル、幅10.91メートル、幅5メートル。三つの手鍵盤と一つの足鍵盤、大小合わせて3000以上のパイプを持つ。1761年の諸成人の日の前日に、性別、 1762年に、ルイ15世の臨席の元演奏される。その後、三部会会会宣言のミサ、司教座協会としての司教上会、教皇ピウス7世の訪問などの歴史的場面にて演奏される。フランス革命により、教会が破壊行為にあっている時期、国立博物館の音楽と楽器部門のキーレター、ジャンルイ・ベッシュの力で破壊を免れた。 1906年、大聖堂の建築と同時期に木彫の外装が固定設置物としてフランスの歴史的モニュメントに指定。1961年、楽器部分が物品としてフランスの歴史的モニュメントに指定。ピエール・バーレット、レシャトー・デ・ベルサイユ、ファイアード、1988、731P、P117 ハットピエール・バーレット、 列車等でベルサイユファイヤード1988 731p p342 ベルサイユ宮殿の公式サイトの人物紹介 httpjp シャトベサイ fr jp ヒストリーベルサイユデューリングザセンチュリーズザパレスコンストラクション ロバート・デコット -1656 から1735ハット ABC3 類大制度公式サイトより ht、http コロンスラッシュスラッシュ CATHEDRALE-VRSAILLES.org スラッシュ。9イコールイストアールイパトリムワン、ハットニコラスジョック、ベルサイユシークレットインスリット、フランス、パーイグラム、2011 203P,P28、司祭館は現在も大聖堂の西側にあり、大聖堂関連の事務旨となっている。ジャン・アン・リグリュイエールはフランスのフランシュコンテ地方出身のサン・バン・サンド・ポール修道会の助祭であり、反革命派で聖職者民事基本法に反対していた。1791年にベルサイユを離れて出身地に戻った後、 1792年8月にパリのサンフィルマン神学校に滞在していたところを他の聖職者と共に革命派に捕まり同年9月に虐殺された。この殉教に鑑み1926年に列服された。大聖堂内に記念プレートがある教会が閉鎖後も反革命派の司祭たちは市内の住宅内で密かに洗礼や結婚式を行い記録を続けた。 http://cathedrales.org コロンススララッッシシュュ e s スラッシュ。q=" イストワール・イパトリムワン」。ノーティスの OPA00087667。ベースメリーメイ、ミニステア・フランセデラ・カルチャー。サイトウェブテンプレートでは、アクセスデート、イコール引数が必須です。ブルのショフェール・イバールは、 国内外の文化財の調査修復を行う建築家。h t t p c l a s h s l a s h a d e m i d e v e r s a l e s c o m s l a s h t e l l p h p カテゴリ id イコール一スケティゴリ id イコール二十八コンタクト id イコール二十八ラカテイドロールセイントルイスデベルサイユ二千四 キャテイドロールセイント、ルイス・デ・ベルサイユ、P 級クリコ家は、ルイ14世の時代から続く、王族のオルガン製造職人一家。ルイ・アレクサンドルの父ロベールは、ルイ14世下の財務総監、コレベールのいとこと結婚している。両家は共に、ランス出身である。三類大聖堂の不都合ウィキペディアより。ラ・キャテイドロールデセイント ルイス・デ・ベルサイユ、2004、キャティド・ロール・デ・セイント、ルイス・デ・ベルサイユ p t p、P53、http コロンスラッシュスラッシュ、www.culture.gov.fr スラッシュパブリックスラッシュミストラルスラッシュ PALISSY,fr, アクションイコールシェシェイフィールド1イコールレフ&、バリュー1イコール PM7800 万801 http://www.culture.gov.fr コロンススララッッシシュュスラッシュパブリックスラッシュミストラルスラッシュ PALISSYFR? アクションイコールシェシェフィールド1イコールレフバリュー1イコール PM7800 万745ありがとうございます